百日転嫁、百日転嫁、百日転嫁は、ひとたび、ヨーロッパ諸国との戦争に敗れて、フランス皇帝から退位したナポレオン一世が、1815年3月1日に帰国して、帝位を取り戻し大陸軍、グランダルメ再建した後に、ワーテルロー海戦に敗れて再びその地位を追われるまでのおよそ100日間の一時的支配のことを言う。またこの故事が転じて、百日転嫁は短期間の政権の例えとしても使われる。1814年、ナポレオンは第6次対仏大同盟諸国との戦争に敗れ、フォンテーヌブロー条約を結んで、フランスの帝位を追われて、エルバ島へ引退することになった。戦勝各国は、ウィーン会議を開催して、戦後体制について検討したが、利害が絡んで遅々として進展しなかった。フランスでは、ルイ18世が即位して、ブルボン王朝による王政復古がなされたが、その政治は国民の不満を買っていた。こうした状況の隙をついて、1815年2月26日、ナポレオンはエルバ島を脱出する。3月1日にカンヌ近郊に上陸、パリへ向けて進軍した。ナポレオンはルイ18世が差し向けた討伐軍の前に立ち塞がり、兵士諸君。諸君らの皇帝はここにいる。さあ撃て。と叫んだという。討伐軍は寝返り、プロヴァンスを除いて、さしたる抵抗もないまま、ルイ18世は逃亡。3月20日、ナポレオンはパリに入城し、再び帝位についた。3月21日、ナポレオンは組閣を実施し、ルイ・ニコラ・ダブーが陸軍大臣、ジョゼフ・フィシェが警察大臣、ラザール・カルノーが内務大臣に任じられた。4月10日、帝政への裏切り者の追放が行われ、マルモン、オージュロー、ベルティエ、ビクトルが追放された。4月22日、ナポレオンは民衆の選べる議員数を300名から629名に増やし、過半数とするなど憲法を修正し、6月1日に帝国憲法付加法を成立させて、名目上の自由帝政を開始したが、これは彼の支配体制が脆弱になって、自由主義者の協力を必要としたからに他ならなかった。5月9日、ルイ18世と王党派に対して国家反逆者としての処分を定めた法が制定された。ナポレオンは貴族院には自分の支持者だけを任命、大議員には中産階級出身の自由主義者が圧倒的多数を占めて、ボナパルト派が80名、ジャコバン派が数名選ばれ、王党派は優勢である、ローヌ渓谷、フランス西部、フランス南部でもほとんど議員に選出されなかった。リュシアン・ボナパルトが議長に立候補したが、選ばれず、自由主義者のランジュイネが選ばれた。6月9日、ウィーン会議は閉幕した。各国は、第7次対仏大同盟を結成して、ナポレオンの打倒にかかった。ナポレオンはベルギーへ出撃して、戦いを挑み、6月16日に、リニーでプロイセン軍を撃破する、6月18日のワーテルローの戦いでは、同盟軍に決定的敗北を喫した、1815年、フランス戦役。6月22日、ナポレオンは再び退位した。ナポレオンはイギリスに保護を求めるが、イギリス本土への上陸を拒否され、7月31日にセントヘレナ島へ流刑とされた。フランスではナポレオンによって後継者に指名された長男がナポレオン2世として形式的に皇帝に即位したが、7月7日に退位を迫られ、ここにフランス第一帝政は崩壊した。7月5日、議会は新たな人権宣言を制定し、7月7日、新憲法の条文を採決した。8月15日、議会選挙が行われ、極右王党派が過半数を占めた。フランスでは、ルイ18世が王位に復帰したが、百日転嫁を経たことで、王党派とボナパルティストとの溝が一層深まり、その後3年にわたる白色テロを引き起こすことになった。6月28日、ルイ18世は、カンブレーの宣言を発し、自ら進んで簒奪者であるナポレオンに仕えた人物以外への退社を行った。まず、警察大臣に就任したフーシェが100日天下の協力者57名のリストを公表した。これには、カルノー、ネー、スールと、グルーシー、カンブロンヌらが含まれていた。彼らのうちネーは処刑され、1815年12月7日、他の多くは追放となった。ただ皮肉なことに、フーシェ自身は、国民公会議員であった際に、ルイ16世の処刑に同意したことから、王党派の追及により失脚している。次に、王党派は即決裁判所を設置して、追及の手を広げた。これにより断罪されたボナパルティストは9000名に上り、うち3分の1が死刑とされた。さらに、当局が黙認したことで、ブライノトによるボナパルティストへのリンチが、反公然と行われた。こうした行き過ぎは、後の7月革命、1830年の遠因ともなった。1815年8月2日、ブリューヌがアビニョン訪問中に暗殺され、遺体はローヌ川に投げ込まれた。8月19日には、シャルル・ド・ラベドワイエールが銃殺された。12月7日、ミシェル・ネーが反逆者として死刑を宣告され、銃殺された。ナポレオンの義弟であるジョアシャン・ミュラは、ナポレオンに王位を召し上げられることを恐れ、3月29日、オーストリアに宣戦布告し、4月4日、モデナを占領し、フィレンツェへ進軍した。しかし、4月9日、オーストリア軍の反撃に遭い、アンコーナまで退却、5月3日、トレンティーノで敗北し、5月21日、フランスへ亡命するため船出したが、ナポレオンは彼に会うことを拒絶した。コルシカ島で600人を集め、イタリア征服を目指したが、ピッツォで捕らえられ、10月13日銃殺された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。